はい、皆さんおはようございます。加藤Lです。ということで、最初にまず皆さんにご報告したいことがありまして、チャンネル登録者数が3000人を超えました。ということで、チャンネル登録者数が3000人いきまして、本当に皆さんのおかげでこの人数を超えることができました。本当にありがとうございます。で、いつも手伝ってくれてるじいちゃんにもすごい感謝していて、さっき伝えたんですけど、ちょっと YouTube のこともあまり理解しなくて、なんかそうかそうかって感じだったんですけど、でもじいちゃんもすごい、回想自体すごい楽しくやっててくれて、自分ちょっと嬉しいことに最近結構忙しくさせてもらってて、こう回想をお休みするさせてもらうこともあるんですけど、じいちゃんはもうそれ以外回想以外にやることねえからって勝手に来て家のトイレとか綺麗に仕上げてったりとか、勝手にどんどん家が綺麗になってったりとか、そこも動画回したいんですけど、やっぱり自分しかカメラ回せる人がいないんで、皆さんにお見せすることはできないんですけど、じいちゃんが元気のうちに二人で何か一つ達成できるようにちょっと頑張っていこうと思ってるんですけど、自分は18歳のうちにチャンネル登録者数1万人を目指してちょっと頑張って動画を投稿してるんですけど、夏休みもっと自分の違った一面を見せるような動画を出していこうと思ってて、何するかちょっと悩んでるんですけど、何したらいいか皆さんちょっとヒントくれたら嬉しいです。何でもやろうと思います。それと九州豪雨の被災地への寄付するステッカー販売も順調に進んでいて、200枚販売してるんですけど、今だいたい残り30枚ぐらいになりました。もうできるだけ早く寄付したいので、自分頑張って今活動してるんですけど、皆さんのご協力よろしくお願いします。では今日の回想なんですけど、トイレの壁モルタル仕上げやるのと、脱衣所の天井どんどんやっていこうと思うので、ね、今日も一日よろしくお願いします。では行きましょう。ということで、前回に引き続きトイレの壁どんどんモルタル仕上げしていこうと思います。
この撮影日の翌日に雑貨屋さんをオープンするので、ちょっと簡易的ですが看板をつけていこうと思います。ということで、レーザーで焼いた自作の看板も飾られたので、次は脱衣所の天井をどんどん進めていこうと思います。脱衣所の天井なんですが、岩風呂と同様、岩風呂に使ってたやつの端材をどんどん天井に入れていこうと思います。ここでちょっと父さんが遊びに来たので、父さんとじいちゃんと私の3世代の会話をちょっと聞いてもらいます。じいちゃん、今日の出来はどうですかって聞いてみたら感想を動画にさ、じいちゃんのコメントが多いのさ。そう、じいちゃんすごいですねっていうコメントがいっぱい。最後にじいちゃんの今日の1日はどうですかみたいな、グッドとかそれでもいいんだないいね。やっぱりちょっと YouTube のことをまだ理解できてなくて、でもコメントとかじいちゃんにへのコメントとかいただいた時にはじいちゃんに直接伝えるようにはしているので、多分じいちゃんには届いていると思います。天井が終わったので、脱衣所の壁、まだ黒い紙を貼ってないところがあるので、どんどん貼っていこうと思います。
Why am I looking at you?